こんにちは。リラクゼーションサロン和眼瀬の影山です。今回は合谷というツボについてお伝えしたいと思います。風邪の、引き始めや目、鼻、歯などのように首より、ちょっと上の症状に効果が期待できるツボとなります。でこの他にもですね、肩のこりや、ストレスなど、にも効果が期待できるという合谷は万能ツボと呼ばれております。では場所についてですけども、こう手のひらありますね。手のひらの、これ見えますかね、親指と人差し指の交わるところありますよね。この交わるところのからちょっと人差し指よりのくぼみのところ、このあたりですね。このあたりが、合谷になります。でここを親指と人差し指でこう挟むようにねして、こう押してやる、こう押してやるのが効果的かなというふうに思います。ということでね、今回は、万能ツボ合谷についてお伝えしました。ありがとうございます。